ました。ただいま麗華繚乱です。ここで演舞できることをすごく楽しみにしてきました。お昼に美味しいお蕎麦もたくさん食べてきましたので元気いっぱい踊れると思います。今年のテーマは月下千秋、富山県の八尾の越中おわら節をテーマにしました。遠く離れている男女が一年に一度のお祭りで一緒に踊れる喜びを表現しました。どうぞご覧ください。走れって眩しいね。去年はもう傘差してたんだけど今年は傘どころかもう何かあの日傘欲しいわね、そういう感じで暖かいところで一緒に踊っていきましょうね。個人賞もらうのに1分入れていただきましょう。それでは行きます。またですよ。麗華繚乱、月下千秋。見上げれば
心を打つ月下選手以外ここに